さあ始まりました、カジさんぽ。今日はですね、いろいろ見ていただいていつもありがとうございますということなんですけども、いろいろ再生回数をいろいろ調べましたところ、なんとですね、男性が約 80%。いやー、これ嬉しいですね。でもね、女性が 20% っていうのがね、ちょっと寂しいんで、今日はそこをちょっとね、どう上げていくのかっていう、この女性陣をどう見てもらうのかっていうのをちょっと探っていきたいと思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。アジ散歩緊急会議、女子受け大作戦、よよっ。来ましたね。来ましたね。どういうことですか。いや、この家事散歩の再生回数、まあ結構ね、見てもらってる人いるんですけど、その中で 80% が男性。へー、意外。え、そう。うん。いや、なんかもっと女性に人気があるものだと思ってましたよ。人気ないんやな。なんでやろう。野郎ばっかりやね。へ、だからもうちょっと女性にこう見てもらいたいなっていう今回の企画ですわ、はい、そのためにですよ、はい、今日なぜここに座ってるか分かります？え、とりあえず時間になったらここ来いって言われたりね、違う、女性をに見てもらうためにどういうことをすればいいのかっていうのを女性目線から聞きたいなと、はあ、低姿勢で今日はよろしくお願いします。お願いします。いや、そもそもカジさんは女性のためにカジ散歩をやってるんですか？イエス。本当に？まずカジさんがちゃんと女心を理解してるかっていうことですよ、はい、なるほど。まあ、数々の恋愛はしてきてましたよ。そんなしてないんじゃないですか。実はしてないでしょ。数々のほら、クミでしょ、サチコでしょ、今考えないでください、それも。違う、いや、だから女性の心をね、まずこうグッと掴む必要があるわけですよ、はい、なるほどね。だから例えばですよ、うん、あの、私のことを褒めてください、今から。で、私がちょっといい気分になったら、うん、女性の気持ちちゃんと分かるってことですよ、うん、あ、なるほど。ほー、ええふりしてきよったな。ええふりしてきよった、これ綺麗な。さっさら、髪さらさらやで、これ。あ、エクボがすごいなんかくぼんでる。くぼんでるって何？もう、ちょっとそれは、これじゃもう女子は見ません。違う。そういうとこですよ、カジさん。違う、うん、まあ、若干悪い気はしなかったですけどね。そうやね。まあ、なんかまずはそこですよ。なるほど。女性のね、心をつかむっていうことと、え、奈々ちゃんからなんか。女子はやっぱり筋肉が好きなんで、やっぱりカジさんが筋トレをして聞くとか。なるほど、はい、インタビューとかをする前に、あ、そうそうそう、ね、こう筋トレしてものすごいこう筋肉をアピールしながら質問する。中山筋肉。ちょっとなんか趣旨変わってこないんですね。なんか男性らしさを出すってこと。ああ、そうですね。それ脱げってこと。まあ、そういうのが結構綺麗から出してるけど、いいと思いますよ。企画的には本当に女性受けする企画って何なの？私とかだとサッカーの難しい話は難しいです。え、だから、まあ、プライベートなことってことでしょ。いいですね、はい、サッカーはもうありきなんですよ。サッカーの話はありき で、うんうん、はい、でなんかプライベートのやっぱり女性が好きなのはガールズトーク的な内容なんですよ。まあね、選手はね、言わへんでしょ、それは。全部 LINE 盗み取ったのか。いや、でもね、 LINE ちょっと見たい。ほんまに今言うこと言うたの。うん、いや、なんかさ、あの LINE のスタンプとかってちょっとこう、なんかセンスが出ません？あー、出るなんかそういうのとか、ね、やっととか持ってるもん。あー、そうですよね。やっと絶対文章で返し こずにスタンプ、うん、自分のスタンプポンって返してくる。へー、いや、でもやっぱり選手の方がどんなスタンプ使うとか気になります。あ、なるほど、うんうん、そういうちょっとプライベートでもちょっと突っ込んだところとか、はい、あ、なるほどね、よく使う絵文字とか。カジさんはどんなの使うんですか？俺ほんまに LINE とか打つの嫌いで、うん、
了解です、うん、ありがとうございました。もう何もスタンプも何にもつかだからもう向こうからしたら多分冷たい感じがもうする意外ですね、うん、そうだからそのギャップ、うん、GAP ギャップギャップに私は弱いですから ねそういうのそういうのなるほどね。さあ梶先生、はい、いよいよトラップですね。最後ですねこれね、はいはい。まあ、トラップの基本はしっかり、まあ、いろんな止め方ありますけど、はい、基本的にはさっきパスしたところと一緒、はいはい、このインサイド内側で、はい、しっかりボールを見て、はい、おで次に蹴りたいところに止める、はい、おあ右利きに止めてすぐ蹴れるように。例えば、はい、卵をこうやって投げて、はい、卵を取るときに、はい、一回なんかこうふわって吸収するような感じ、はいはい、なるほど。そのイメージで、はい、おおそう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 、今の感じだからしっかりここに当てて、はい、今のはこうやって当てにいってるから、はい、来るまで待って、そうそう、うまいうまい、今のうまい、切れかった。今音もポンって言うね。できました、できました。これでももうこの4回やってきてちょっと舐めてました。サッカーほら選手のね、はい、ことがよく分かったと思います。そうですね、はい、もうこれからサッカーを見る目がもう180度変わります。じゃあそれを活かして今後、はい、あのまた応援しちゃってください。はい、頑張ります。ナンバ大阪よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。先週のそういうギャップを見るのがキュンとするっていうのもあるでしょ、うん、他ある。なんか私あの試合出て、まあ、試合交代するじゃないですか。で特に勝ってる時、うん、勝って、まあ、選手が変わりました。変わった選手がこうベンチに座ってこう靴下下げたりするでしょ。あ私あの瞬間すごい好きなんです。なるほど、あのちょっとお父さん仕事帰ってきた時 のネクタイをこう緩める感じのそうそうあれがソックス。そうで勝ってる試合をこうやって見てる姿、はあのビブスとかつけて、はあ、なるほどね。あれちょっとなんかあお疲れ様って思う。私は逆に試合前ですね。試合前のこう並んでる時にあの子供と手つなぐじゃないですか、うん、そこでちょっと優しさを見せつつこう入っていく時にキリッて変わるそのパッてこうあれでも、はい、ほとんどあれが偽善行為やからねいやいやこれもテレビに映ってるっていう子供に話しかけたらこれあ結構印象あるみんなそれで声かけてる。そんなんやったんですか梶さん。え俺は違うよ。俺はもうほんまに心からもう子供とえじゃあちょっと見せてください。そのこう手つなぐでしょ、うん、今日昼ご飯何食べたそうえ卵焼きそれでもカジカフェの方が美味しいよ卵焼き。またカジカフェ来てねこれどう。ありがとうございました。ちょっと商売してるからね子供にそういうところそういうところ今のはちょっと違う切り替えが足らなかった切り替えが足らなかった来てね踏んだらもうプレイヤーやからそれまではもうカジカフェ の社長としての営業のトークやから結局どんな企画がいいと思います。カジさんいろいろねエンターテイナーやから今こうね、うん、いろんなアーティストがいろんな人のカバーとかをしてたりするじゃないですか、うん、あなんかそういうカバーなんかこうあの思い浮かんだのあるでしょ椅子に座ってるしあ本当にちょうどなるほどねちょっと見たいです。何がすんの、うん、ドルチェもうちょっと本気でやってください。ちょっと 目閉じとってくださいね。ちょっとあの本気で歌うからまた子供いじめられるわこれでごめんね。ドルチェ&ガッパーナーいられないや
速ごめん。いや、いろんな企画出してくれてありがとうございます。いや、要はですよ、スタッフに女性がいたらきっといいと思う、はい、なるほど。あ、じゃあ命名しますわ、うん、今度家事散歩、特任理事、命名しますね。はい、あ、私たちは アドバイザー。あ、やった、アドバイザー的な。はいはい、ぜひ。これでまたもう来ますね、これ女性視聴者が増えるとね、女性視聴者グン上がって、これも200万いきますよ、これ。いきましょう、いきましょう、いきますよ、はい、今までどのぐらいでした？2万今伸びてん。ありがとうございました。ありがとうございました。大物、YouTuber 那須さんに来てもらいました。僕あれですよ、初期も全然ですよ、クオリティひどい、それは再生回数伸びねえわと思って、このコラボしたらもうあまりにも気さくすぎて、なんかもうイメージがガラッと変えました。アホやな。アホやって。アホやで、ほんま言うてあかんねん。ガンバファミリー .net は野村証券梅田支店の提供でお送りいたしました。